こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本チャンネルでは投資やポイ活、貯金節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことでゆとりある老後資金の確保を目的としたチャンネルとなります。本日の動画のテーマはふるさと納税ランキング米お肉フルーツ編でございます。本日の動画はフルーツ編をお届けいたします。それでは中身を見ていきましょう。ではここからは3つ目の目次でふるさと納税ランキングフルーツ編に関してです。フルーツ編も同様3つのサイトで調査を行いました。最も還元率が高かったのはサトフルの第3位、山梨県山梨市のシャインマスカット2つとなります。こちらの還元率は 86% となってございます。では中身を見ていきましょう。フルーツ編のふるさとチョイス第1位の返礼品でございます。山梨県の大月市、産地直送の厳選シャインマスカット 1.2kg となります。寄付金額に関しては1万円となります。楽天市場で同類の商品を調査を行いました。山形県産となりますが、こちら大月市ですが天童産ということで市町村が若干異なりますが、山形県産のシャインマスカットがございました。同じく 1.2kg 前後となってございます。金額に関しては5940円とあります。還元率については 59% となります。では続きまして、ふるさとチョイスの返礼品第2位となります。熊本県の八代市でございます。こちらは熊本県産の豊水梨が約 5kg となります。寄付金額に関しては1万円でございます。楽天市場店でも熊本県産の豊水が 5kg 入りで7500円で販売されてございます。還元率については 75% となります。では続きまして、ふるさとチョイスの第3位の返礼品となります。山梨県の甲州市でございます。甲州市産の大粒のシャインマスカット 1.2kg 以上となってございます。寄付金額に関しては1万2000円であります。楽天市場では甲州市のみのシャインマスカットは販売しておらず、山梨市と甲州市にまたがる地域でのシャインマスカットが販売されてございました。こちらは 1.2kg で4980円となってございます。還元率については 41% となります。では続きまして、ここからは楽天ふるさと納税でのランキングとなります。まずは第1位で和歌山県の紀の川市となります。和歌山県産の桃が約 2kg で寄付金額は1万円となります。楽天市場でも同様の商品が売られてございます。和歌山県産の桃で 2kg は金額は4600円となってございます。還元率については 46% となります。では続きまして、楽天ふるさと納税で第2位の返礼品となります。こちらの返礼品は長野県の菅佐市となっております。シャインマスカットが約 1.2kg で寄付金額は1万2000円となってございます。楽天市場でも同類の商品がございました。長野県の菅佐市産のシャインマスカットとなります。およそ 1kg で価格は4280円となります。 1.2kg 換算に直しますと4891円となります。還元率については 48% となります。では続きまして、楽天ふるさと納税の返礼品第3位となります。こちらの返礼品は山梨県の笛吹市となります。シャインマスカットの約 1.2kg となります。寄付金額は1万1000円でございます。楽天市場でも同類の商品がございました。山梨県の笛吹市産となります。こちらのシャインマスカットは約 1.2kg ということで金額は5480円となります。還元率については 49% となります。では続きまして、ここからはサトフルのランキングとなります。第1位の商品については山梨県山梨市のシャインマスカット約 1kg となります。寄付金額に関しては1万2000円となってございます。楽天市場でも同類の商品が販売されてございます。山梨県山梨産のシャインマスカットとなります。金額については8618円となってございます。還元率については 71% となります。では続きまして、シャトフルの第2位の返礼品となります。こちらの返礼品は北海道の滝川市となります。
北海道産の赤肉メロン大玉2玉となります。寄付金については13,000円となります。楽天市場でも同類の商品がございました。北海道の豊野市となります。商品名につきましては北海道産の豊野メロン2玉となります。金額については5850円となります。還元率は 45% となります。では続きましてサトフルの返礼品第3位となります。山梨県の山梨市となります。シャインマスカットが2つで1キロ程度となります。寄付金額に関しては1万円となります。楽天市場でも同類の商品がございました。山梨県山梨産のシャインマスカットとなります。金額は8618円となります。還元率は 86% となります。